事のため山を越えていた。気になるホセとカルメンはというと、恋の価値観の違いから喧嘩しているようだ。彼女は死のカードを引いていました。先にカルメンが、次にホセが死ぬ。何度やっても結果は同じでした。そう、タロットは絶対なんです。それでもカルメンは自由に生きます。それでこそカルメンはカルメンなんです。と、そこへミカエラとエスカミーリョまでやってきます。さて、どうなる。Yes!
Lami, ti
pianto a tranquille c'è tu di ホセは連れ戻しに来たミカエラと共に密輸団を去ったんです。Oh.
¡Gracias!
Hey, look!
方、本日もやらせていただきました。準備いただ